高田のお話聞くぜ。はい、ということでね、今日も皆さんのお悩みを解決していきたいんですけどね、この間なんか寺田博明がね、扇の配信ね、ちょっと誘っていただきまして、で出たんですけど、その時のお題がですね、何かを助けてあげようみたいな感じの大喜利だったんですよ。で、その何かっていうのはって言って、岸高野高野の話聞くぜを助けましょうって言って、岸高野高野の話聞くぜどうしたらよくなるかみたいなのを大喜利形式でこう答えていくってやつだったんですけど、そんなことになってんぞこの動画、頑張ろうぜ、俺だけじゃねえって、見てるあんたの高評価が、それが繋がるんだよ。もうだから、もう高評価が勝ったらもういいよ、俺もどん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 ヒートアップしていくから。逆に低評価がガン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 来たら、もう声がどん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 ちっちゃくなるよ。そっちの方がいいな。今日もお悩みの方が来てます。悩み、額付けの木田ですね。額付けの木田、メガネのね、太ってる、俺が一番嫌いなやつですね、額付けの木田。はい、正月じゃない時にお餅が食べたくなったらどうしたらいいですか。正月じゃない時にお餅が食べたくなったらどうしたらいいですか、ということですね。食えよ、スーパーに売ってんだよ、正月以外でも餅食えよ。いるよそんなやつ、餅が好きなやついるんだよ。正月しか餅じゃねえってことはねえんだよ。だ、餅つき大会とかあると思ってるからか、お前、正月に。人から疲れた餅しか食わねえっていう、そういうなんかちょっとした、お前、なんかちょっと高貴な感じか、高貴ではねえけどな。正月のこの餅をこう、ついたやつをこう、なんかこう、ちゃんとした人が、はいはいってやってくれた人がこう、ちぎってこう、はいよってって、それになんかきな粉とかなんかいろいろ醤油みたいにつけて食べるやつしか受け付けないってことか？違うよ！美味しいやつなんだよ、こう四角いやつとか。あと丸いやつとかで。で、もうレンジでチンしただけでなんかもう、レンジじゃねえな。トースターとかでバーンってやっただけでもう、ボーコーとかなってくれるんだよ！食えよ！味が好きなのか？正月が好きなのか？どっちだよ？俺は餅好きだよ？でも、正月ぐらいでいいかな、俺は。何言ってんだよ。動画のさ、この、あるだろう、動画。ほんでさ、岸高野の話聞くぜって書いてあったとさ、そのさ、001とか書いてあんだよ。002とかさ、今、01とかさ、そんな感じになってるじゃん。もう100まで行くんだよ、これ、絶対。で、引いては、999まではいけるからね。あの表記だと。1でいいんだよ。なんで001ってやっちゃうんだよ。怖いって。1年半だぞ、約。999違えわ、3年だ。2年今日、3年弱。怖っ。もう3年後33歳とかになって。聞くぜ。やばいだろ。俺の悩みも聞いてくれ。はい。学術劇だ。どうだい、悩みの解決できたかな。はい。ということで、こちらの動画、高評価お願いします。はい。低評価はもう、低評価ない！この動画、低評価って概念がないから。もう良くても悪くてももうこっち。別に俺、いいねっていう意味で受け取ってないから。もうこうなってるやつに、やれ。な？したらごめんなさい。こっちには悪い意見も入ってるって俺は認識するから。来いよ！ありがとう！